日が暮れてから、これみつが来た。雪ぶれの件を発表したので、二条の院への来訪者は、皆庭から取り次ぎを持って用事を申し入れて帰っていくので、面倒な人は誰も源氏の居間にいなかった。これみつを見て源氏は、どうだった、ダメだったか、と言うと同時に、袖を顔へ当てて泣いた。 これみつも泣く泣く言う。もう確かにお隠れになったのでございます。いつまでおおきしてもよくないことでございますから。それにちょうど明日は葬式に良い日でしたから、式のことなどを私の尊敬する老僧がありまして、それとよく相談をして頼んで参りました。一緒に行った女は、 それがまたあまりに悲しがりまして、生きていられないという風なので、今朝は谷へ飛び込むのでないかと心配されました。五条の家へ使いを出すというのですが、よく落ち着いてからにしなければいけないと申して、とにかく止めてまいりました。これみつの報告を聞いているうちに、源氏は前よりも一層悲しくなった。 私も病気になったようで死ぬのではないかと思うと言った。そんな風にまでお悲しみになるのでございますか。よろしくございません。皆運命でございます。どうかして秘密のうちに処置をしたいと思いまして、私も自身でどんなこともしているのでございますよ。そうだ、運命に違いない。私もそう思うが、 軽率な恋愛あさりから人を死なせてしまったという責任を感じるのだ。君の妹の少々の名部などにも言うなよ。甘君なんかは、またいつもああいった風のことを良くない良くないと小言に言う方だから、聞かれては恥ずかしくてならない。山の坊さんたちにもまるで話を変えてしてございます。 これみつが言うので、源氏は安心したようである。主従がひそひそ話をしているのを見た女房などは、どうも不思議ですね。雪ぶれだと大いになって三代もなさらないし、また何か悲しいことがあるように、あんなふうにして話していらっしゃる。ふに落ちぬらしく言っていた。 葬儀はあまり簡単な見苦しいものにしない方がよいと、源氏がこれ光に言った。そうでもございません。これは大層にいたしてよいことではございません。と否定してから、これ光が立って行こうとするのを見ると、急にまた源氏は悲しくなった。よくないことだと思えは思うだろうが、私はもう一度意外を見たいのだ。 それをしないではいつまでも憂鬱が続くように思われるから馬まで,でも行こうと思うが主人の望みをとんでもない軽率なことであると思いながらもこれつは止めることができなかった「そんなにおぼし召すのならしかたがございません。では早くいらっしゃいまして夜のふけぬうちに お「五条通いの変装のために作らせた狩り犬に着替えなどして源氏は出かけたのである病苦が朝よりも加わったことも分かっていて源氏は軽はずみにそうしたところへ出かけてそこでまたどんな危険が命を脅かすかもしれない。 やめた方がいいのではないかとも思ったが、やはり死んだ夕顔に惹かれる心が強くて、この世での顔を意外で見ておかなければ、今後の世界でそれは見られないのであるという思いが、心細さを抑えて、例のこれ道と随心を従えて出た。非常に道の墓がゆかぬ気がした。 17日の月が出てきて鴨川の河原を通る頃前区の者の,の持つ松明の淡い明かりに鳥目野の方が見えるというこんな不気味な景色にも現地の恐怖心はもう麻痺してしまっていたただ悲しみに胸がかき乱された風で目的地に着いた「すごい気のするところである。 そんなところに住まいの板屋があって、横に御堂が続いているのである。仏前の灯明の影が、ほのかに戸から空いて見えた。部屋の中には一人の女の泣き声がして、その部屋の外と思われるところでは、僧の二三人が話しながら声を多く立てぬ念仏をしていた。 近くにある東山の寺寺の初屋の吻行も終わった頃で静かだった清水の方角にだけ火がたくさん見えて多くの参詣人の気配も聞かれるのである主人の浜の息子の僧が尊い声で経を読むのが聞こえてきた時に源氏は体中の涙がことごとく流れて出る気持ちだ 中へ入ってみると、明かりをあちら向きに置いて、意外との間に立てた屏風のこちらにウコンは横になっていた。どんなにわびしい気のすることだろうと、源氏は同情してみた。意外はまだ恐ろしいという気のしないものであった。美しい顔をしていて、まだ生きていた時の可憐さと少しも変わっていなかった。 私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。どんな前唱の縁だったか、わずかな間の関係であったが、私はあなたに傾倒した。それだのに私をこの世に捨てておいて、こんな悲しい目をあなたは見せる。もう泣き声も惜しまず、はばからぬ源氏だった。僧たちも、 誰とは分からぬながら死者に立ち難い愛着を持つらしい男の出現を見て皆涙をこぼした源氏は右近に「あなたは二条の院へ来なければならない」と言ったのであるが「長い間それは小さい時から片時もお離れしませんでお世話になりましたご主人ににわかにお別れいたしまして」。 私は生きて帰ろうと思うところがございません。奥様がどうおなりになったかということを、どう他の人に話ができますよ。奥様をお亡くししましたほかに、私はまた皆にどう言われるかということも悲しゅうございます。こう言ってコンは泣きやまない。私も奥様の煙と一緒に、 あの世へ参りとうございます。もっともだが、しかし、人生とはこんなものだ。別れというものに悲しくないものはないのだ。どんなことがあっても、寿命のある間には死ねないのだよ。気を鎮めて、私を信頼してくれ、という源氏が、また、しかし、そういう私も、この悲しみで、 どうなってしまうかわからないというのであるから心細い。もう明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。これみつがこう促すので、源氏は帰り身ばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま木戸に着いた。梅雨の多い道に熱い朝霧が立っていて、 このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。某院の寝屋にいたままの風で夕顔が,が寝ていたこと、その世上にかけて寝た源氏自身の暮れないの人へにまだまかれていたこと、などを思って、全体あの人と自分はどんな前生の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。 馬をはかばかしく漁して行けるふうでもなかったからこれみつが横に沿って行った。鴨川堤に来てとうとう源氏は落馬したのである。失神したふうで家の中でもないこんなところで自分は死ぬ運命なんだろう。二条の院までは到底行けない気がする。と言った。 これみつの頭も混乱状態にならざるを得ない。自分が鹿とした人間だったら、あんなことを源氏がお言い,いになっても、軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった。川の水で手を洗って、清水の観音を拝みながらも、どんな処置を取るべきだろうと反問した。源氏も、 強いてて自分を励まして心の中で御仏を念じそしてこれ光たちの助けも借りて二条の院へ行き着いた毎夜続いて不規則な時間の出入りを女房たちが「見苦しいことですね近頃は平成よりもよくお忍びをなさる中でも昨日は大変お加減が悪い風だったでしょう。 「そんなで終わりになってまたお出かけになったりなさるのですから困ったことですね」こんなふうに短足をしていた源氏自身が予言をしたとおりにそれきり床について患ったのである重い容体が23日続いたあとはまた甚だしい衰弱が見えた。 源氏の病気を聞こしめした帝も非常にご心痛遊ばされて、あちらでもこちらでも簡単なく祈祷が行われた。特別な神の祭り、払い、手法などである。何にも優れた源氏のような人は、あるいは短命で終わるのではないかと言って、 一天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった。病床にいながら、源氏は右近を二条の院へ伴わせて、部屋なども近いところへ与えて、手元で使う女房の一人にした。これみつは源氏の病の重いことに転倒するほどの心配をしながら、じっとその気持ちを抑えて、 馴染みのない女房たちの中へ入ったウコンの頼りなさそうなのに同情してよく世話をしてやった。源氏の病の少し楽に感じられる時などにはウコンを呼び出して今のようなどをさせていたからウコンはそのうち二条の院の生活に慣れてきた。濃い色の喪服を着たウコンは要望などはよくもないが 見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の絵にしから、その傍れの私ももう長くは生きていないのだろう。長い間頼りにしてきた主人に別れたお前が、さぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があれば。 あの人の代わりの世話をしたいと思ったこともあったが、私もあの人の後を追うらしいので、お前は気の毒だね、と、他の者へは聞かせぬ声で言って、弱々しくなく源氏を見る右近は、女主人に分かれた悲しみは別として、源氏にもしまたそんなことがあれば、悲しいことだろうと思った。二条の院の男女は、 誰も静かな心を失って主人の病を悲しんでいるのである。御所のお使いは雨の足よりも茂く参入した。帝の御神通が非情なものであることを聞く源氏はもったいなくてそのことによって病から脱しようと自ら励むようになった。左大臣も徹底的に世話をした。 大臣自身が二条の院を見舞わない日もないのであるそしていろいろな医療や祈祷をしたせいでか20日ほど重体だった後に予病も起こらないで源氏の病気は次第に回復していくように見えた雪ブれの遠慮の世紀の日数もこの日で終わる夜であったから 源氏は会いたくおぼしめす帝の御神中を察して御所のどいろにまで出かけた。退出の時は左大臣が自身の車へ乗せて屋敷へ伴った。病後の人の謹慎の仕方なども大臣が厳しく監督したのである。この世界でないところへ蘇生した人間のように当分源氏は思っ